インハイ行きたいとこですね。しかし大城はアウトコースの高めをセンターに綺麗に弾き返していきました、うん、今の対戦仕留めたいというバッテリーでした。神山さん、はい、そうですね、やっぱり外って狙い目、まあ、いい当たりじゃないんで、打球的には ABC と我々よくつけるんですよ、はい、A 打球、B 打球、C 打球っていう、今の C 打球ですから、まあ、バットの先ですから ね、はい、うん、まあ、ボールが高かった分ちょっといってしまったかなと思いますけどね、はい、まあ、攻め方としては間違ってはないと思いますね。さあ、そして宮本さん、これでデビューから8試合連続ヒットということで、あ、プロ野球新記録と、あ、そうだ、いうことになりました。逆方向へ、レフト前へのタイムリーヒット。大勢が、加藤の打球はセンター方向に、ただこれはあーっと、プリンソンのグラブの先、センターオーバー、センターオーバーのツーベースヒット、今日猛打賞ということになりました加藤です。いや、加藤はもう本当にこの3番に入っていると、入ったオーダーになって打線が本当につながるようになってますね。いや、そうなんですよね、加藤がこれでデビューして初めての猛打賞と、あ、そうですか、いうことになります。